金を迎えて踏み込んでダッシュ、2番田中前段叩き切っていきますが、5番の三浦だけが内からすくって追走しづらい金を迎えて踏み込んでダッシュ2番田中前段叩き切っていきますが5番の三浦だけが内からすくって追走しづらい金を迎えて踏み込んでダッシュ2番田中前段叩き切っていきますが5番の三浦だけが内からすくって追走しづらい金を迎えて踏み込んでダッシュ2番田中前段叩き切っていきますが5番の三浦だけが内からすくって追走しづらい金を迎えて踏み込んでダッシュ2番田中前段叩き切っていきますが5番の三浦だけが内からすくって追走しづらい6番の小崎は連結外して今5番手、西は6番手です。難関3人2番手から4番手収まる状態、5番三浦は先頭ですがまだ展開一山ありそうで中央突破しながら2番の田中踏み込みますけれどもあくまで三浦の突っ張り、番手追いついて6番小崎再合流。難関勢2番の田中は今3番手の状態で石井が4番手、丸山5番手、4番西は6番手を置かれています。一列棒上、難関勢がこの位置間に合うか。バック6番手から4番の西が自力まくり攻撃で上がってきます。先頭5番三浦主導権、三浦の逃げ、番手は6番の小酒、2番の田中が3番手から踏み上げていって1番の石は4番手からコースを探してくる構えで4コーナーから直線コース、絶好番手から6番小酒ですが石井武志突き抜けてゴールイン。あとは2、3着争い接戦。